こんにちは、神です。今回はドラゴンポーカーの実況やっていきたいと思います。よいしょ。とりあえず今回はドラゴンポーカーの実況久しぶりにしたいと思います。神です。久しぶりやな。はじめまして、神です。はじめましての方ははじめまして、神です。あがめてください。おなじみの方はおなじみの神です。いつも通り褒めていただいてください。よろしくお願いします。というわけで、じゃあ今回はスペシャルダンジョンブースト、通称スペブ、行きたいと思います。スペブ、スペシャルダンジョン、スペシャルダンジョンブーストね、行きたいと思いますよ今回は。で、とりあえず今回のスペシャルダンジョンはなんか新しいところ見てへんねん、俺今思ったら。新しいやつやろ。何やったっけ。魔女やろ。魔女、魔女っ子、亡霊の森の魔女。あー、森系か。見てみるか、能力。森系買おうかな。買う系か、これ。あ、買わへん系か、これ。買わへん系やな。最近なんか買わへん系多いな。最近ポイントでもらえる系やな。ふぅ、せっちゃん、はてしゃて見ましょうかい。あ、なんかこれ、あ、アンデッドのゾンビみたいな、魔女みたいな感じか。ジャスティ、あ、ベスティ、ベスティ、あ、魔法薬で、ベスティ。これあれや、これスキル系のやつやろ。お、ほんまや。あ、でもまばらやがようわからんけどな。状態上は水と防御と火と回復。え、めっちゃあるやん。めっちゃある。防御、回復と回復、まず結構使える。え、使えとったっけ、回復。これ俺らも回復今から。俺おるわ、一人。火スキル、これ気象点いけるやろ。水スキル、防御スキル、前かぶっとるやんけ、前と。これしか、これ微妙やな。でもなんか、あ、いろいろ状態上スキルとか、これ正直いらんねんけど。持ってないな俺は正直。状態上誰やねん、まず。知らん。状態上って言ったら封印とか毒とか。毒とか使いなさそうやな。だってあいつだってランマルとかって、あれ残属性に封印がついてるから、あれ残属性なって思われる。残属性やな。だから単純に封印だけ持ってるやつとかの、うん、あのドクロマークやな。めっちゃ弱いやん。まあ弱いな。うん、なんか分からんけど、ペットボトルの時こうやって小指立ってまう時あるよ。ないな。ないな。あんまないな。じゃあ俺スタミナ余ったから、俺じゃあ1点最初に。いや、俺行くわ。 C2 俺の方はでもあれやないんだな。なんかすげえ進化したら角生えてごっつごなるよ。リアトモ、リアトモで行くやろ。リアトモで仕事。初めてのスペダン、君とスペ、あ、そういえば何、神って何の神なん。豊穣の神とか。はい、一番最初の神ですってやつ。どうしたの、何の神やったん。は？知らだろお前。マシュマロ行くぞ。すごい。ザコども。ふん。レベル137で俺は。はいで。そこ気になったやな。あ、なんかちょっと気になって。ただでその髪型はなんだ、その髪は。その髪は何なんだそれ。なんて注文してそうなる。それちょっとあの参考まで教えてくれへん。ちょっと短めに。短めに。確かに気になるな。お、最初のそのそこまで行くまでが難しいんだ。俺をその髪型しようと思ったらどうやって頼んだよなんかそれ。ただレベル140やろ。またチート使ったん。どれ？改造や、改造。うわ、改造や。いや、改造や。あ、ほんま、こいつ。俺だって、あんま変わらんもんな。バンされるアカウント。赤バンや、赤バン。前でまだレベル差開いたら。もうそれよ。これアカウントバンやわ、これ、ほんまに。マジ50やから。みんな遅いんちゃうん。みんなで、3人中2人があれやから。俺らの一緒のペースや。一緒のペースやね。ただだけやっとうから、課金か、まあ、チートしたのどっちかやろな、これは。課金。これは、意思100、100超えたんやけど。お、やば。お、ハウスフラッシュ。え？こんなとこで揃うと。やばいな。オッケー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 。やっぱハムハンええな。ハムハンええな。やったー、いけ。まあさ、もうこれで攻撃プラス4や。そうやばい。イエイ。プラ3。あ、プラ4。俺、マーリンも結構いいやな、あいつ。マーリンどういこうかな。マーリン？あいつだろ。あ、いや、うん、素早さやで。あれ、誰ですけど、親分として使ったの。親分として使った。だからもうないね、親分が。森がな。俺、森ないんや。なんとなく、プリティケアしとこう。予防接種。あ、いらんやろ、鉄壁やろ、みんな俺ら。おっしゃー。いるかな。いや、おせちあんま役立たんやろ、もう今、終盤は。まあな。刺してな。みんなが？お、アテナ来たで。全体やったらええのにな。アテナ来たでー。やったーい。え、これさっき。あ、オッケーオッケー、邪魔やな。めっちゃあれやん。つくやん、今。ほら、邪魔みたいな。美しい。いや、状態上鉄壁かぶらへんよ。これ上級やだっけ、鬼級やだっけ。片押しじゃない、状態上鉄壁。これで鬼級やんな。これ鬼級やで。鬼級。だから絶対強いから。鬼級は。最近も結構楽勝やで、どこ行っても。結構いけるよな。うん、どこ行っても楽勝や。マックスいったわ、これで。楽勝でんがな。進化発揮できるわ。でかいな。俺と素早さ上げときたら、K とか使いたいから。確かに。K。おハムハン使っとこう、もう一回。できるやん、メンバーエグいな。
俺け。えぐすぎる。まあ俺、これスキルレベル上げたらもう俺半端ないもめはできるからな。あー、なんもないわ。めっちゃ余ったで、俺、敵の弱点である程度使われるんやから。あー、意味ないわ、これスキル絶対使っても。カードだけは持っとうからな、無駄に。シャッフルせえへんねや、お前さん。あー、まあええかな、もんでも、とりあえず。これハムハン使ってくれよ。ハムハン使おうぜ、これ。ストレート時代で使われへんねん、ハムハン。全体使われへんねん。ミスミスか。まあ俺だけ上がるけどな。はい、俺もうマックスやから別にいいんやけどな。いや、素早さも上がるやん、これ。え？素早さ上がる。素早さ上がるし、みんな、みんな上がっとんか。全員上がるへん。クリア確率高なるやん、前さん。いや、でも正面鬼切れやから、別にそんなんどうでもええやろ、正面。あ、そう？わからんで？いや、死なへんの、正直そんなん。全体がしとこうなんてなく。効果な魔法薬。ウィンディレード外したんやな、俺。正直。確かに、どっちかって言ったら、うん、ザコ。コロシアムだけやろ。コロシアムで活躍するけど、通常ダンジョンはちょっと微妙やな。まあ、ピノコみたいなクソよりはマシかもしれんけど。自分のやつだけ上げとこう。ピノコでも予防接種意外といる時あるからな。あ、ミスミスター。ターゲットもとってもだし。まあ、レイト。いや、でもターゲットでも結局複数やから。あ、そうそう。複数が全体だから。どっちにしろ、おじゃんですわ。お、マックスいったんじゃん、両方。うまいな。ポーシー、マンモで取れるってえぐいな。いや、マンモ2体から取れるってえぐいな。うん、3体とか。うん、全員が取れるから、マンモは。マンモーも最強、最強やな、一つの。回復もおるし、コロシアムで、全3連攻撃おると全体化使ってマンモーやったら、もう5、プラス5やもんな。うん、そうやで。強すぎるからな。あ、これ炎か。炎なんや。じゃあ、これ炎か。あ、じゃあ余計ケイタが欲しいやん。いや、いや。まあ俺レビアタンおるから、こういけるのかいけどな、普通に。こいつは、ランスロー行くわ。なんやろな。頼むぞ、ほんま。ストレートは絶対してくれよ。俺水強いからな、俺。いや、俺は水弱い。ジャンヌとランスローしかおらんから。まあ、ランスローは強いな、確かに。減らしとこう。相手攻撃力。おい、レビアタを。もうしゃあない、アソデス言ったろ。弱いけど。アソデス弱い。まあ、スキルレベル5やからな。しかもエースやから、あんまつけられねえんだよ、攻撃系なんて。経験がつけたから。え？おぉ、攻撃力マイナス 2？ やべ。マイナス2。防御力プラス3。プラス1。ほい。鉄壁も取り取り。防御マイナス 4！ しゃあ防御マイナス 4？ したでさっき。やばいな。これランスローやな。これボコボコやん。これボコボコやん。天敵やよ。めっちゃ雑魚やん、こいつ。弱っ。毒系。毒弱っ。毒やしよ。あ、これ弱いわ。ボコボコ言わしたろ、ほんま、K で。懐かしの K やな。お疲れ。K。懐かしやな、こいつ。俺、551なんや。これ、素早さ5の時使うから、こいつクソ強いね、アタッカーとして。うわ、ないしな、こいつ。こいつ、基本6回攻撃やからな。確かにな。素早さ上がったらやばそう。基本6回攻撃やから。雑魚の、雑魚出すわ。懐かしいな。誰？もう俺だから親分のおらへんからな。そうだ、入っとったやな。森の親分がおらへんねん。俺、森はな、結構ゴリアス抜いとから金曜に回しとかな、ゴリアスの。あー、ないゴリア抜いたんやん。2位は古文で使っとんの、今ゴリア2枚持っとうから、どっかおるわ。おいおいおい、何しとんねん、おい。なんもぐらいかな。まあ、こいつ、打撃弱いでな。普通に強いな。めっちゃ当たるやん。じゃあ、無敵モンキーアーミーとか食らうかな。うん、多分これ、ダニ弱いぞ、多分。ダメやな。それか、防御力下がっとうからこう見えるんかも。あ、やっぱダーやわ。こいつダニ弱いな、多分。ダーに弱いな。あ、防御力4下がっとうからな、あいつ。いや、あいつ、前の、前の前線。だから俺の迎撃やん。あ、迎撃か。そう。K の迎撃をなかなかやるからな。あ、マイナス4しとからかな、もしくは。まあ、もう腕勝てないんか、一応もう一回、あれしようだろ。もう勝てるやろ。確実に行ったろ。いや、わからんね、その強いので持っとうから、大体ポスト。いや、俺、1個ぐらいは。まあ、敵下がりすぎやろ、能力。敵めっちゃ下がっとうから。こっちが上がりすぎだよな、多分。それ以上で倒せる。伸びやろ。来た。あ、でも勝ったやん、これ、ジャンと。いや、2回目発動せんやん。せんねんな。確か。ただせんな。もう勝ったな。勝ったわ。来たわ。タカの外援で、なんかクソ弱そうなの、結構見た目しとんな。外援まだ S3 やからな。はははは。トムさせて。見てん、この回復。俺の。こっち、プラス5なんやぞ、攻撃力。おぉ。イェーイ。鉄壁使えんのかね。勝ったやろ、もうこれで。勝った。えい、余裕。余裕。強すぎた、俺ら。鬼級はまあいけるな。鬼級はいけるな。お、700ポイント。トレジャーくれ、トレジャー。500ポイント。鬼級、トレジャーくれるん？強くなりすぎたね。くれるやろ、私、トレジャー。パンプラパン、パンプラパン。たぶん何もくれへんよ。いつまで経ってもー、いつまで経ってもー。センキュー。5万ポイントで神か。高いな。高いな。ふざけんなよ、ほんま。あ、トレジャーやっぱあるわ。あ、入らなかった。あ、ちなみに今日の選抜。今回の手間でパール欲しいな、俺。パールぐらい。こいつ古文ではめっちゃ使えるねん。希少でいらんわ、もう。こいつ古文でもビリーと一緒系やから、二つのやつに27%。あー。めっちゃ使えるパール。で、古文系なんや。
アクアロードはまあいらんな。まあ、ここはね、森がめっちゃいいねん、ここ、ハーピー以外。アルテミス全然おらへんやん、マジでリーゼなんや。まあ、この森いや、まあ、ペルドットがな、鬱陶しいねん、これ。俺は縛りがあるから、ペルドット捨てなあかんねん、俺は。いや、もう俺は引かへんで、今回は。縛りやめる？だ俺は、捨て縛りどうする？やめるか。やめたら確かにもっと変わるけど、でも、もう、そろそろ、琉球、カリキューとか、カリキューとか行こう思ったら、結構きつくなってきたから、全員軽減ゲーつけとかなあかんやん、あのジッパーの。そうやで。ゼウスとか。そうやで。俺つけられへんもん、今エリエリやから。エース縛り。一人しかつけてへんからな。まあ、確かに俺もエース別にな、正直な、これ誰がやっても。耐えるようにしてな。ええから、結構厳しいやろ。エースやっぱな、このザロー氏とかこういうの入れた方がええやん、エースって。多分そっちの方がええやろな。うん、こういうハムハンとか入れた方が多分ええねん、エースって。これは思う。今から髪切り込もうとはちょっときついもんな、今のままやったら。じゃエース、色だけ縛ることにするじゃん。そうやな。あそれやったら、色だけ縛ったら、もう何やってもええみたいな、色が長かったら、みたいな。で、一応じゃちょっと変わるやん。で、捨て縛りも消したらええんじゃん。ああ、ありやな。そうやな。うん、俺今結局、一回もすることなんか終わった、俺。めっちゃええやん。今思えば。俺、レビアータ2枚捨てたほうがな。今思えばな。レビアータ2枚。いや、正直でも俺も捨ててええよ、2枚ぐらい。俺もう余っとんねん、ほんま。で、な、捨てんねえやろ。な、捨てようか、俺。コアグマ7と。俺、3枚捨てようか。はぁ、2K と7と。捨ててやろ。K と、あ、K2 枚。5枚。5枚捨てようか、俺。ファルコも捨ててもええで、俺別に。いや、使ってんが1回も使ってん。ファルコなんかもう、ゴリラ将軍も正直。あいつ、結構、序盤では結構強キャラやったのにな。聞いたのだ。ファルコ。あいつ弱いねん、もう。まあ、殺しちゃうも言ってんからやけど、ファルコな、最初の殺しちゃうもでめっちゃ強いやん、取ったのにな。まあ、今でも殺しちゃうもじゃ確かに強いやろ、俺。ペリドットとか組んだら。ペリドット組んだらやばいな。確かにな、俺もな、強すぎんねん、もう、その、カードが。ええの、おりすぎて、もうどうもできんレベルになってもどうかな。あー、でも、俺全然あかんわ。火以外弱いわ。とりあえずだから、あれやな。変えていきたいな。フェルクリンゲンのマジいらんな。俺でも装備コスト今までめっちゃ余っとわ。え？めっちゃ余っとやん。つけとこ。計3枚とかマジいらんねんけど。俺も装備コスト余ったかもしれんな。それ最近俺いじってなかったな、デッキ。全然俺いじってなかったっ。最近デッキいじってなかったけどどうなってんの？めっちゃあるやん、なんか。あー、15か。微妙だけど、まあ。あー、じゃあ総称か、じゃあ。とりあえず色だけ縛っとくか、じゃあ最低限の。そしたら赤はマイスさんで俺が青でみたいな色だけは違うありやな。そう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 、だから同じエースになることはないやん。まあそれでいいんじゃん。最低限捨て縛りは全部消すと。消してええんじゃん、うん、もうあれは捨て縛りはもうええかな。消すということを今決めたので、次とりあえず俺ねペリドットの周り狙いいきたいん。そうなるとペリドット欲しいやん、うん、いや周りも欲しいね俺。こいつめっちゃええ、まあ、コブンスキルめっちゃええからな。いやペリドットも欲しい。コブンだけじゃなくて通常でも使えるからこいつめっちゃ強い。まずストレートじゃなくても全体にスパイスアップでプラスアルファでこいつ軽減とかつけんね、確かなんかだったら。あこいつ強いねマジで周りで。コブンでめっちゃ強いこいつ。コブンも親分もどっちも優秀やからゴリラみたいな感じで使えるから持っとって損せえへんから絶対こいつって考えたらエース誰にするかやな。 あとは水か森引きたいな俺も。でも火のパールも俺欲しいんやな。回復持ってへんから俺。ああそう1体はおった方がほんま安定するな確かに。でも、うん、パールしかもこいつコブンで強いからなこのパールは。コブンが強いんやなこいつ。また横のベヒーモスと吉祥天がちょっと特に吉祥天、うん、俺吉祥天いらんな。吉祥天いらんな。2体もいや前さんいるやろ。いやいるけど俺もおらんのちゃん。いや火もおるねん俺ほんま強いやつが。あそうなの。いや確かにあいつ持っとったらもっと強いあるけどもうええわ。こいつ1回やから使える使えるけどな森とかの時ボスが。まだ、あ、やっぱここはもう目玉ペリドと周りやろ。ここやろ絶対狙うところ。ペリドと周りやと思う。ここを狙っていきたいと。ハーピーが当たってくれって感じやけどな。ハーピーこれなんなんこれ。混乱スキルレベル4ってか、これレベル4って基本使えるやつなんやけど、大体のやつは。うん。これつくそうやろ。俺のガーディアンみたいなもんやろ、言ったら。まあ、あんまりやな。今思うガーディアンとかおったけど俺。くそやろ、あれ。ガーディアンまだおるっけ。うん。もう、日の目を見ることはないやろ。ガーディアン。ただのクラウスみたいなもんやろ。クラウス。クラウス。クラウスでも全体以上回復やから。だからクラウスまだ入っとん。入ってない、入ってない。あれ入ってない、さすがに。あれでやれへんやろ。あれはもうわかんない。あれはもうちょっとな、うん、あれもう、こいつにも考えたらアンデッドなんちゃうん、もうボスってちゃうかな。よっしゃこいつエリエリ強化しよう。この今回の嘆きの亡霊ってこいつアンデッドやろ絶対こいつ。アンデッドやな。だからあれちゃん、クラウス出番なんちゃう。あ、でもヒートモンフモリアがちゃうんか。どうなるのまあええけど。あ、でもそのエース縛りは経理だいぶこれ変わるわね。さて、というわけでとりあえずエースを若干変え今変えようかな。じゃあ今からちょっとだけエース。俺はペリドットが変わらなさそう。最強やろ、ペリドとか。俺、水だと誰やろ。俺、水だと誰入れてんや。俺、もう考えたら、あんまり水だと微妙やぞ、俺。なんか、こいつエースしたいなって言ったらおらへんのよ、俺。むしろ、ハムハント動きたいぐらいなんやけど、俺は。ハムハントかは、あれやろ、ゼウスとか意味あるもんな。つけれるもんな、絶対別に。そうそうそう、だからええんやって、ハムハンはマジで。
あウィンディーネ置こうかな。じゃあもう考えたら別におらへんねんけど、なんかエースウィンディーネ置こう。俺こいつあれやから正直弱いっていうか、まあ今のところは別にいじる必要ない。俺は別にエース軽減軽減も全部やっぱメルクリウスとか一番ええんやって。やっぱりメルクリとかあんなの持ってくれるとかなり熱いと思う。ええな、メルクリええな。メルクリほんま欲しいわ。エフリーナ、メルクリ、あとペリドット、この3つは正直全員持っときたいとこやろ。欲しい、持っときたい。強いんやからだあいつら普通に強いんだから。だってオッケー、コブン、エリエル、エースから使えて。さて、とりあえず一旦今回は終わって、次はガチャ引くか。俺ガチャ引きたいんやけど、ガチャ引くか、次鬼級の上、琉球かな。琉球挑戦するか。まあ琉球はいけそうやな、うん、どっちかいきたいと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。すんすんすん。はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。よっしゃ。